鈴木を抑え込みに行くバックストレッチ。3番の窓場が前を抑えました。2番の鈴木はどうするか、中段4番手を狙っていきます。7番手に置かれているのは5番の山本、縦1列。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周です。3番の窓場がペースを上げる。後方から5番の山本が上がってくる。残りが1周。3番の窓場、いいペースで先行していく。2番手後ろを見ている7番の沢田。その後ろには4番玉手、2番の鈴木が4番手からまくっていく。鈴木のまくりが2番手横まで迫ってくるが、7番の沢田がこれをブロックしていこうというところ。3番の窓場が先頭、4コーナーから直線。窓場が先頭、番手から7番の沢田、7番沢田だ、ゴールイン。